おっしゃ、オッケー。さあ、お、早速。大倉さん、こんばんは。大倉さんで合ってるよね。前なんかずっと、あれだったもんね、大倉さんって言ってたもんね。うきょうまる515さん、こんばんは。もうとりあえず、今日は来た人にこんばんはと言います。また、ちょっと今週中に、YouTube のチャンネル登録者250人行きたいんで、全員に宣伝していきます。来た人全員に行ってきます。ゆうやさん、こんばんは。あれですね。チャンネル登録250人目指してるんで、よろしくお願いします。うきょうまるさん、こんばんは、ありがとう。返してくれた。まあ、早速、やっていきますか。おぎひかさん、こんばんは。とりあえず全員にこんばんは言っていく。あすきさん、こんばんは。なんか、名前、おぉ、なんて呼べばいいんだ、これ。おぉ、いろんな人来たな。GGGG、なあさん、こんばんは。しず0114。呼べねえよ、こんばんは。こんばんは、ひまさん、こんばんは。まあ、とりあえず、ちょっと、アップしていきます。あ、返してくれた、ひかさん。おぎひかさん。こんばんは。とりあえず、今回、なんか、すごいんですよ。虹色風のスキンを、導入したんですよね。そしたら、なんか AC みたいです。マジで AC です。やべえ。環境が神ってる。マジで。あ、みんなこんばんはって返してくる。しずさんこんばんは。あすきさんこんばんは。もうあ、なんて読むのこれ。1219さんこんばんは。みんなチャンネル登録よろしくね。今250人頑張って目指してるから。しほさんこんばんは。なんかもう切りねえな。とりあえずじゃあ早速やっていきます。ごめんなさい。ちょっと一回アップさせてください。今、つけたばっかなんで。デイバイデイってこれ。ちょっと音もうちょい大きくしようかな。とりあえずね、今回はね、ライブに来てくれた人に全員に挨拶して、チャンネル登録者を増やしたいと。そんな感じでございます。あ、ひまさんこんにちは。こんばんはじゃね？まあいいよ、どっちでも。挨拶してくれてありがとう。なんこれ、HK さんこんばんは。HK さんって。なんかあれだよね。本当の名前っていうかこれ、なんか ID だから読みづらいよね。まあし、やってみます。デイバイデイ。早速殴っていく。マジ神曲これ。みんなやった方がいい。いやー、虹色風のスキンいいね。あ、もう喋りながらやってるんで、もう精度とか気にしないでください。これ言い訳だけどね。喋ってるから許してっていうね、ただの言い訳だけど。いやー、虹色だ。もうマジで家で AC ができる時代だこれ今。でもね、すごすぎて、ちょっとパソコンがその低スペックだからあれなんだよね。ちょっとカクついちゃうんで、あと多少あれですね、遅延があるんで、見た目虹色だけどグリーンぐらいです。遅延は。でも楽しい。格段に楽しい。ででで、そうさ、デイバイデイ。違った。デイバイデイじゃなかった。え、マジ神曲。おお、譜面が。神曲すぎる。
いやー、いい曲ですね。すごいいい曲。おー、なんかいろんな人来てる。ちょっと皆さんに挨拶していきます。どっかで、しずさん、おはようございます。今9時40分でございます。太鼓叩いた、わら、こんばんは。六内田さん、こんばんは。名前さん、こんばんは。ネイムを名前さんっていうね。2020-2410SS さん、こんばんは。オーキングさん、こんばんは。サイモン太鼓さん、こんばんは。おー、大倉さん、いきなり、なんだよ、疾風怒涛裏って。優しめじゃねえんだよ。全然優しくねえんだよ。やるか。お、ソータさんだ。ソータさん、こんばんは。とりあえずね、今日はね、あ、見てください。今回導入した、あれ、この虹色スキンなんですけど、まあ、ちゃんとやった後に王冠がつくっていうね。で、まあ一応、一個だけ全量してるんですけど、まあ何かっていうと、まあ、テストプレイで今日昼やったんですよね。まあ、柔らか戦車裏だけ2時間つけときました。ああ、間違えた。まあ、とりあえずね、2時間ついてないとなんかちょっと、はぁみたいになるんで、とりあえず1個つけときました。あ、ちなみに全量するのに50回かかりました。ラグがすごすぎて50回かかりました。じゃあ、やっていきますか。なんだっけ、疾風怒涛。いきなりきついな。疾風怒涛か。やってやるぜ。疾風。待って、疾風怒涛が見つかんねえな。どこだっけ？あれなんですよね。このスキンに変えた瞬間になんか、曲の場所が変わっちゃって、いろいろと。なんか、あった。変わっちゃったんですよね。まあ、とりあえず、やっていきます。タベさん、危ない。三脚が倒れる。タベさん、こんばんは。皆さん、僕のチャンネル登録してない人、登録よろしくお願いしますね。今週、とりあえず250人行くまでライブ毎日やるんで、ぜひ暇な時は来てください。だいたい時間はこんぐらいの時間にやるんで、暇だったらお願いします。よし、三脚不安定すぎるな。まあいいや。さ あデイバイデイやった後に疾風怒涛裏をやるとどうなるか。これしかも疾風怒涛なんてあんまやんないのにな。できるかな。ひどいプレイだけど、マジで下手したら魂いかねえ。ちょっと頑張ります。おまあしゃがない。もう分からん。いやもう腕きつい。ちょマジで、ちょ腕が動かない。デイバイデイの次これはやばいな。マジで難易度の差が天と地。マジで、ちょっと待って、疲れた。ちょっと待って、あーやべ、魂乗って下手くそすぎる。ちょっと待って、デイバイデイやった後これはやばいだろマジで。
何何デイバイデイの次何これ疾風堂とどういうこと。まあいいや。あ、とりあえず来た人にこんばんは言っていきましょう。ゆきのさんこんばんは。リントさんこんばんは。レーンさんこんばんは。前こうさんこんばんは。何これ王か王か、これ何なんとかシーン、あれガリオ転生シリーズってことで、疾風堂と、ごめん、ソトさんごめんなさい、僕漢字めっちゃ弱いんですよね。だからあんまりやったことない曲の名前とか全然読めないんですよね。この、なんだっけ王か王かなんとか、ガリオ転生シリーズだと思うんだけど、ガリオ転生シリーズ全量してるのはガリオ転生と新ガリオ転生だけなんですよね。なんでちょっと、漢字が読めません。すいません。見た目は大人だけど、頭脳は子供以下なんで。あと、あれ、喋ることも、ガキなんで、すいません。僕、ここら辺かな？ない。あれ？王かないの？ガリオ転生シリーズだと思ったんだけどね。ソトさんわかる？わかるって聞いちゃってるよね。どこだ、どこだ、どこだ。王か、王か、王か。読み方王かで合ってんのかわかんないけど。ちょっと探します。すいません。ちょっと、あれですね。コメント読みながらやるとちょっと探せなくなるんで、ちょっと一回こっちに集中させてください。あ、ここら辺にありそう。違った。あー、どこだ。やばい、時間がない。時間があと20秒しかない。でもこれ0秒になっても、曲始まんないからね。AC じゃないから。AC だと思う人いるかもね。このスキー、すごすぎね。ちょっと今ずっと興奮してんだけど、なんか。昨日の夜入れたんですけど、やっぱすげえわ。あれ、ないわ。ソトさん、その、王かなんとかってないです。ごめんなさい。多分、見つかんないです。見つかりません。何太鼓タイム裏 2.5 倍でダメ。さすがに無理。そりゃ無理。そりゃ無理。じゃ、せめて太鼓タイム裏の、あれにしてください。デタラメにさせてください。ちょっと、さすがに2.5 倍のデタラメは、放送事故です。放送事故になるんで、等速の、デタラメにしてください。いい？大倉さん。ごめんね。妥協しちゃったけど、許して。さあ、太鼓タイム裏のデタラメです。さあ、実況しながらやっていきます。普段ね、ゲーセンで喋りながらやるなんてね、そんな人前でね、絶対できないからね。もうこうやってね、家で太鼓してる時ならいくらでも喋れるし、楽しい。あとあれだからね、 YouTube のチャンネル登録しといてね。さあ、ガチモードでやります。出たんで、喋ります。カー出なかったら無言で やってやろうと思ったんですけど、まあカー出ちゃったんでね。いや、これの 2.5 倍デタラメとか鬼すぎだろ。もうデタラメで許して。でもデタラメフルしたらすごくね、これ。最後だってやばいよ。博多の塩でしょ。あれ無理だよ、デタラメ。何でやろうかな、最後。いや、これむずい。最後何でやろう。最後どうやって叩こうかな。同情しちゃつまんないよね、やっぱり。決め打ちだよね。どうしよう。待って、頭が働かねえ、叩いとると。精度はもう今気にしないんですけど、コンボはちゃんと繋ぎたいんで。何にしよう、最後。じゃあ、ドカドカでいきますね。ドカドカでいきます、最後。ドカドカね。ドカド、ん？ドカドカ。はっは
3分の1でしたね最後。クソくだんね。とりあえずまあ全員に挨拶していきますか。TPZ さんこんばんは。ほうかずよしさんこんばんは。りょうへいさんこんばんは。ゼロさんこんばんは。カズ RH さんこんばんは。RH さん外人みたい。あ、え？おー、ふざけんな。おー、落ちんなよ。ちょっと重たい？そんな重たいかな？あ、大丈夫です。すぐ再起動するんで。まあね、ライブ配信なんてね、こういうね、事故もね、事故っていうかこういう放送事故みたいなやつもね、絶対ありますから。しょうがない。次行こう。さあ、何やろうかな。まあ、リクエストね、全然いいんで、お願いします。リクエスト全然来てください、どんどん。とりあえず、まあ、リクエストないうちは、僕が勝手に、変な曲選んで終わりなんで変な曲選んで終わりってやばいですけど。まあ、とりあえず、まあ、リクエストじゃんじゃんください。まあ、基本的に曲あるんでね。まあ、ない時も結構ありますけど。さっきのソータさんみたいにね。なんだっけ。なんか、オーカなんとかみたいな。ああいうのはね、まあ、ないってことで。何？アライブ？任せろ。アライブね、マジで、AC でカー出たことね。マジで、AC でカー出たことない。多分、プレイ回数、5回で多分、まあ、カー出てるね、じゃあ。5回で4回ドンダフルじゃないかな。多分。まあ、そんぐらい、アライブは AC で、全量してますね。だけど、もう、先に保険かけとくけど、やっぱり僕のパソコン、ちょっとあれなんですよね。ラグ発生しちゃうんで、どうしても全量できないんですよ。まあ、たまたま柔らか選手は全量したけど。まあ、とりあえずアライブやります。あ、どうも、ズマキさん、こんばんは。なんか、大倉さんがまたえぐいリクエストしてんな。なんだよ、弾丸裏ロール処理禁止って。なんだそれ。えぐすぎだろ。まあ、とりあえずアライブやります。あ、ちょっと待ってね。デタラメつきっぱでした。ちょっと一回デタラメ外します。なんか譜面ちげえなって思ったら、あれ、あ、そうだよね。じゃあやります。アライブ、さあ行きます。まあ、か出るだよね。おい、ふざけんなよ。いや、マジでさ、今、映像でわかるんかな？めちゃくちゃラグってたんだよね。だから今の、あれね、今、カーニーとか出てるかもしんないけど、それ、みんなの、あれ、幻覚だから。あ、幻覚だからね。大丈夫。カーニー出てないから、あれ、幻覚だからね。最低。あ、まあ今ね、全量中、あ、おい、幻覚にしたっけって。厳格にしとけって、そこは。おいおい、喋るとカー出るな。ほら、黙ったらカー出なくなる。やっぱ喋らないんだよね。太鼓の陣はね、無言でね、楽しむのがね、やっぱそうなんだ。音ゲーさ、太鼓の陣に限らずね、音ゲーはやっぱり喋りながらやるもんじゃないとか言ってさ、ああ今カー出ちゃったけど、喋りながらでもカー出てねえじゃんって言おうと思ったらカー出たんだけど。分かってんな、このパソコン。俺が何を言いたいか、何をしたいか。ちゃんとあれを作ってくる。いやー、AC でね、本当はね、ライブ配信とかいっぱいしたいんだけど、今みたいにこうやって喋りながらできないんだよね。やっぱライブ配信してる以上さ、喋りたいじゃん。無言でプレイするのは、普通の動画でいいと思うんだよね、俺は。まあ、あとは、普通に、なんか、編集で俺の声入れたりとかね。声入れたりとか、まあなんか、ね、うまくね、できるんだけどね。全量するとか、か出ねえとか言ってたけどさ、か10だよ。10個も出ちゃった。しゃあない。
挨拶をしていきます。熊代さんこんばんは、もちくんさんこんばんは、こうたさんこんばんは、こうたろうさんか、こうたろうさんこんばんは。さあ皆さん、チャンネル登録してない人はしてくださいね。チャンネル登録者250人今週中に行きたいんで、皆さんぜひよろしくお願いします。出た、こうきさん。何、 PC のコアいくつですか？ってコアって何？ごめん、あれだから、見た目は大人、頭脳は子供だからさ、ごめん、わかんない、こうきさん。頼むわ、コアって何かわかんない。ふとうめいさんこんばんは。可愛いアイコンだね、ピカチュウ大好きだよ、ピカチュウめっちゃ好き。あ、今ね、あれ、大倉さん、あれよ、今プレイ中に思ったんだけど、あれなんだよね、俺弾丸ノート表しか入ってねえんだよね。あの裏絶対さ、やんないと思ってさ、裏入れてねえんだよね。ごめんなさい、今度のライブまでには入れてきます。あ、弾丸ノート表しかねえ、裏ちょっと入れてませんでした、ごめんなさい。またじゃあ次、なんかリクエストよろしくお願いします。ということで、なんか何やろっかな。そうだな、俺もう絶対ライブでさ、一回はさ、龍谷やってんだよね。龍谷譜面クソ楽しくね。今度最善料動画出そうか迷ってんだよな。最近ショート動画ばっかりすいませんみたいな動画出したけど、これ出そっかな。今全量中、全量中、幻覚幻覚、これは無言でやってたのに、やっぱね、無言だとやっぱり集中できる。いい記録出したい人はね、絶対に太鼓の達人をね、ライブ配信しないでください。集中してやりましょう。僕はね、あ、ちょっと喋ると頭がやばい。僕はちょラグ。僕はそんな皆さんが僕思ってるほど僕はガチ勢じゃないんで、今作超人撮りたいですけど、そんな急いで撮りたいとも思ってないし、とりあえず今作中に撮れればいいかなみたいな感じなんで、まあそんぐらいあれですね。そんぐらいあれですねってわかんねえよ。さあ、お茶さん、お茶さんって初めて聞いたな。ごめん、前いたらごめんなさい。お茶さんこんばんは。初めてじゃない、初めてだと思うな。多分あんまり聞いたことないな。あんまり聞いたことないと思うな。なんかデタラメ、なんかえぐい、なんかリクエストばっかりな。なんかね、ボツデータっていうファイルがね、あったからね、なんか見たらね、あれなんか見覚えあんなみたいな。なんか見覚えある曲だなと思って。これのデタラメ、いいよ、やるよ。あ、R011 さんこんばんは。あ、R011 さんってなんだっけ、名前やべ、名前が出てこねえ。ごめんなさい、名前出てこないっす。でも R011 さんこんばんは。お、あれだね、02020さん、天球の率いいよ、やるやるやる。天球の率ちょっとかのなんかデタラメリクエストされたから、これやったらやるよ。あのかのデタラメなんて皆さん期待しないでください。できるのヒロトさんだけです。ヒロトさんってみんな知ってます。まあいいや。あ、ウリさんこんばんは。スプニードさんこんばんは。とりあえずやります。デタラメとかやったのよな、かの。
何これ。やばいやばいやばい。何これ、恐ろしい譜面が。なんかちょっと訪れしてるし。これ全量差出たらやばすぎだろ、マジで。これ全量差のやばくね、デタラメで。バケモンだろ、マジで。待って、ノルマ行かなかったらマジでごめんなさい。こういう曲のデタラメマジでできないんで、僕。さあ、こっから。無理無理、マジでデタラメ全量した人なんで繋ぐん、ここどうやって繋いでんの。あ、ちょちょ、普通に単純にミスた。やべ、いや楽しくなってくるね、おい。無理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 。はデタデタの休憩地帯。ああ、まあさすがにここはできるか。こう喋りながらでも全然できるわ。ああ、こっからわからん。こっから助けて。助けてゾーン、ここ。おっせえ。無理無理無理。次ドンカマ地帯でしょ。いや、楽しくなってくるね、こういう譜面やると。楽しいね。やっぱ太鼓の達人楽しいっすわ。はい。あ、すげえ。五等分、あ、五等分さんか。あれね、なんだっけ、誰だっけ、五等分の花嫁ちょっと見たんだよね。あれ、いつきちゃんだっけ、名前忘れちゃった。これやってくれてる、これ。これ。領域展開やってくれてる。領域展開、無料、なんとか。わかんない、ごめんなさい、あんまり詳しくないのに勝手に出しゃばりました、すいません。あゆぽんさん、こんばんは。今アイアムさん、もうわかんねえ。知ってる、シセルさんみたいな名前でしょ。名前わかる、名前知ってんだけど。まあとりあえずね、今見てくれてる人、もう多分初期からいる人は何回も聞いてるんですけど、今週中にチャンネル登録者250人行きたいんで、皆さんぜひご協力お願いいたします。ハルクさん、こんばんは。ハルク。ハルクってハルク？アベンジャーズのハルク。まあ、とりあえずやります。なんだっけ？天球の率か。天球の率やります。天球の率はね、ね。ちょっと待ってね。マジで場所、さっきも言ったけど、場所変わっちゃったからさ、探すのが大変なんよね。天球の率どこにあったっけ？あれどこだ、天球。あったー。さあ、天球やっていきます。これは前作のあれですね、名人の1曲目ですね。まあもちろん成功法でやりましたんで、成功法、まあ全量はしてないですけど、開1ですね。まあ多分全量はできます。長身終わったらちょっと全量狙おうと思います。ちょっとカー出るまで無言でいきます。はい、カー出たんで喋ります。いやー、これさー、あれなんだよね。ちょっと待って、意外とカー出てないから、ちょっともう一回。あー、もう今ので全て崩れた。これ BPM さ、いくつだっけ。200だよね。200だからさ、24部が20支部が今のとことか、20支部が
然喋ってねえよ。今の20支部みたいなとこが、BPM300 の16部と一緒なんだよね。有限と一緒なんだよ。だから絶対追いつかないだろうと思ってたんだけど、意外とやってみるとね、追いつくよね。もう今、もうカー出たからもう適当にやってるけど、あれね、すべて成功法でやってますからね。でもあれ、名人受かった時は初めて、あれなんでね、なんか面を今のところとか面をロール処理してたんですよね。ちょっと待って、かくすぎ。かくかくすぎだろマジで。かくかくすぎてさ、かくかくすぎてまともにプレイできねえんだけど。まあいいや。まあ、天球の率ね、初合格の時は、まああれ、ロール処理使ってましたけど、金名人受かった時は、なんでかわかんないですけど、ロール、あれ、シングルでやったんですよね。でもシングルでまあ、カー2、カー3だったかな、カー3通過したんで、まあいいかな、みたいな。出た。ティーム、ムールさん、こんばんは。いつもありがとうございます。あれ、ストーリーの、なんだっけ、なんていうの、リアクションっていうの、俺よくわかんないけどさ、リアクションっていうの、ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもかけてちょっと嬉しく思ってます。かけてって言うのよ。ちゃんとね、僕もね、まあ、喋ってはないですけど、いいねちゃんと押し返してるんでね。さあ、大倉さんのね、好きな曲らしいんでアルファやっていきます。あ、太鼓4506さん、こんばんは。ミントさん、こんばんは。ミントさんは、ミントさんでね。調子に受かってミントさんでね。じゃあ、アルファやってきます。カー出るのおかしいだろ。待って、単純にさ、ラグとかじゃなくてさ、普通に単純にあれなんだよね、今追いついてなかったの。てかさ、このアルファって曲とさ、ハチオロチって書いてヤマトノオロチって呼ぶやつあるじゃん、あれの曲似てねえ。なんか YouTube でさ、今度あげようと思ってんだけどさ、全く気づかないうちにヤマトノオロチとなんかアルファがなんか入れ替わってるみたいな。ちょっと動画出そうかなと思ってんだ。まあ伸びる伸びないはどうでもいいんだけど、個人的に結構好きかなと。この部分とかマジで違和感なくね、ヤマトノオロチに書いても。いや、今のとこはラグがすごいからカー出たっていうのは嘘で、ただ単に、いや、ここはラグはすごい、マジで。喋っちょっと待ってね、ここ集中させて。あ、最後のね、24ブラッシュ大好きなんでね。さあ、皆さんの名前を呼んでいきましょう。呼ぶっていうか、こんばんは言っていきましょう。さあ、太鼓卵さん、こんばんは。あ、卵大好きです、僕も。一緒に卵食べましょう。何言ってんだ。村衆さん。村衆ね、紫色の小衆だってこと、わからん。ごめんなさい。なんかちょっとディスったらごめんなさい。太鼓4506さんは、あ、大倉さんのメンバーなんだ。へぇ、覚えておきます。黎明と鳩どっちもフルコーしてるんですが、どっちがすごいですか？いや、それは鳩でしょ。いや、黎明僕全量してますけど、鳩はフルコーンしてないんで。鳩です。バリバリ鳩です。え、鳩やれって？え、鳩できない。
黎明やっていい？リクエストと真逆の方をやっていくスタイルね。あ、別にね、やるのは僕なんでね、僕の好きにさせてください。クソ生きる。ただの生きってるガキで。まあいいや、黎明やります。まあ一応、まあ動画撮ってないんですけど、一応ちゃんと全量してます。全量してます。さあ、全量した人が、とりあえず喋らずにやります。はい、カー出たので喋ります。あ、ちなみに、まあ皆さん知ってる通り、まあこの曲はね、待って、なんだっけ、グリーンバージョンの超人の2曲目ですね。今考えたらさ、虹色の2020の超人と、グリーン超人とさ、差激しすぎねって思ったんだけど、いや絶対黎明1曲さ、1曲全量するのと2020の負荷出た2020の超人受かるのどっちがすごいって言われたら、みんな黎明全量って言ってくるんだよね。で俺はさ、そう言われたからさ、黎明全量したんだよ。いやめちゃくちゃドブったけど、まあ全量したんですよね。でその全量したのが確か段位が、3月24に終わったんですけど、23だったかもしれないけど、それの1週間前に、ちょっと待って喋っとると譜面がなくなる、譜面がなくなるっておかしいな。待って、どこまで喋ったか忘れちゃった。ちょっと待って、大変ゾーンだから今。ちょっと大変ゾーン抜けたら喋ります。地味にカー1通過してる。あれ風船が地味にカー1通過した最後。どこまで喋ったっけ今。なんだっけ。あ、そうそう。黎明全量と、2020虹色の超人、どっちが難しいですかって。で、みんなが、黎明って言うから黎明全量して、で、その、黎明全量したのが、超人の、超人のじゃなくて、台自体が終わる1週間前で、まあ、そっから詰め始めたんですけど、まあ、見事にね、一週間で、あれなんですかね。まあ、理論値行ったんですよね。3、4、5だったかな。だけど、受かりませんでした。結局、超人は難しいです。どんなとこも難しいです。まあ、とりあえずやりますか。うま。ハトボタンで振るしたな。うま。エンマノーアレンジ余裕。余裕余裕。まあ、ショート動画で上がってますけど、一応エンマノーアレンジです。一応 AC で全量してるんですけどね。さあ、全量者が今ライブで喋りながらやったらどうなるか。あ、ルルさんこんばんは。とりあえず来た人全員に挨拶する。とりあえずね、カー出るまで。出るの早すぎです最近。やばいやばいやばい。いやこれ待って、今のペースだとね、待って、クロート浮かんないよ。クロート浮かんないよ今のペースだと。ちょ待って待って、普通に待って。か24ちょっと喋らんとこ。
まあ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 、まあ、今のね、低速のとこね、喋らずにやったらね、あの、カに出ました。カ二つ出ました。前述通過して、あの、黙ったら、前述通過できるんだよ、みたいなことをね、やりたかったんですけどね。待て、なんだ今のは。まあ、ここ。え、マジで食らうと浮かんねえのよ。ちょっと待って、下手すぎてやばい。重すぎる。皆さん、勘違いしないでください。AC では全量してます。で、今は、か41の負荷2です。ありえません。おもろすぎる。ああ、多分ね、オフセットがずれてるのもあるんだけど、ウリさん。あれなんだよね、なんだっけ。オフセットずれてるっていうのもあるんだけど、ただ単に、何、機械、繋いでる機械と、あれ、なんで、遅延がある。このパソコンがカスだから、カスって、カスっていうのは、そんなにハイスペックじゃないから、その低スペック寄りだから、まあちょっと遅延があるんじゃないかなって思います。大倉さん、何かい、ね、STST ってあれ、スティックトリックショータイムだっけ、名前忘れたけど、それを解説しながら、解説動画あるよ。結構再生されてるよ。350か360回ぐらい再生されてるんで、まあよかったら解説動画見てください。前作のクロート受かりたい人は、前作のクロート受かりたい人ってなんかやばいワードだよな。金京たいたつさんこんばんは。ゆうわさんこんばんは。さあ、皆さん増えてきたろこれ。お、つばーさんこんばんは。さあ、皆さん増えてきたろこれ。スティックトリックショータイムを解説しながらやってくださいと。もちろんね、さっきまで見てた人ならわかると思いますけど、喋りながらやるとマジ精度終わります。さあ、これはクロート3曲目のまあボス曲のところですね。とてもね、偶数打が多いから、譜面ちゃんと見るっていうのと、覚えるっていうのはね、ちょっと待って、地味に精度いいんだけど。で、ここはね、ペッペテラララって言ってね、頭の中で歌いましょう。ダン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 、テラララテラララテテラララテテテラ、頭おかしくなりそう。テテテテテ、ね、この曲ね、やっぱ曲聴いてる人もわかると思うんですけど、楽しいんですよね。楽しそうな曲なんですよね。ここリズム乗りましょう。あー、ゆれりーって、ここね、リズム乗るとね、めちゃくちゃいい。ダダダダンダダダダン、あー、ここはね、もう楽しくない。ここはマジで楽しくなかった、今では。ドカドカドカ、もう解説じゃねえ。まあ、こっからね、また同じようなリズムになるんで、ここはね、膝を使ってリズムを取ると精度取れます。さあ、連打をしっかり割って、ここで無駄な顔を出さないと。どんどんどん、今のところ素早くで、今のは悪い例で、素早くって言って、叩くの早すぎて早が出てました。さあ、終盤にかかっていく。ここね、みんなね、やっぱ緊張してね、蚊が出やすいところなんでね。あー、ゆれり。待て、解説になってね。解説に なってないけどさ、ずっと喋りながらやってさ、フルコンしたんだけど。
いやー楽しいね。前作受かりたい人はタイムスリップ。そうだよ。いや、だ、言ったじゃん。前作受かりたい人はって。タイムスリップだね。対達行くぜさ。こんばんは。しょうごさん、こんばんは。てるさん、こんばんは。りんさん、こんばんは。りんさんは、あのりんさんだね。初期だね。初期のりんさんだね。初期のりんさんってなんかおもろいな。ドグマ。ほっ、おお、ドグマ裏は、あの、解説どころじゃなくて、あの、まともにプレイできねえぞ。やるけど、ちゃんとやるよ。あの、リクエストちゃんとね、あの、答えるから、あの、噛みたいよって言って。あ、皆さん、僕は、あの、フルーツさんは噛みたいよって覚えてください。あの、何でもやるんで。あの、ドグマ裏の解説、あの、多分喋れなくなります、多分。疲れて喋れなくなります。でも頑張ります。とりあえず、もう、ここゴリ押しです。やっぱね、あの、表と違って、あの、BPM は一緒ですけど、あの、譜面の構造が、もう全く違うんですよね。マジで、あの、立ちに入っていいレベル。喋りね。喋りね。喋れてんだけど、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、疲れた。あ、ここ楽しいとこ。キャッチボール、キャッチボール。あ、ちょっと待って、喋るとかじゃなくてもう拷問だよこの曲。で、パート2に行くわけですよね。まともな解説はできませんでした。全くできませんでした。すいません。AC と CS、どっちが取りやすいですか？圧倒的に AC です。圧倒的に AC です。なぜなら、ラグがあるから。圧倒的に AC です。覚えておきましょう。さあ、ちょっと、休憩したいぐらいだけど、ちょっとだけ、あの、ちょっと水飲んでいいですか。ちょっと水飲みます。ちょっとあの、ドグマきつすぎる。あー、うま。飲んだ水はピュアの森でございます。さて、ドグマ裏きついよ、きついよ。自分はグリーン以前なし。まあグリーンはそうだね。09。いや、これ、カビゴンさん、こんばんはでいいもん、これ。あの、名前読みづらい人は、あの、アイコンで呼んでいいですか？カビゴンさん、こんばんは。まあ、とりあえず、やりますか。10分くらい経ったんでね、言いますよ。今週中に、チャンネル登録者、250人目指してるんで、ぜひ、チャンネル登録、まだしてない人、よろしくお願いします。また、みんなに、広めちゃってください。広めちゃってくださいってものよな。何？スーパー DD。あの、アイマイミーの話？アイマイミー、マジで？全量、申し訳ないけど、多分できない。柔らか選手で多分50回ぐらいかかってるから。あれ？
まあ、AC だったら多分一発全量余裕なんだけど。まあ CS で。じゃあ一桁目指すわ、一桁。その代わり無言プレイでいい。一桁目指すから。やべえ、全量した全量したちゃんと全量しましたよ、大倉さん。全量お願いしますって言ってちゃんと全量したよ。待って、普通に嬉しいんだけど。AC じゃないから嬉しいんだよね。 AC じゃないから嬉しいっておもろいよな。普通 AC の方が喜ぶはずなんだけど、途中ね、クソラグってたんだよ。クソラグってたけど、普通になんか、集中したらいけた。やっぱ喋らないのが一番ですね。はい。スーパー D&D、全量しました。はい。やった、2時間2つ目だ。やった、2時間ついた。バッチがなんか、紫みやびだけど、まあいいや。次何？通り裏？いいでしょう。通り裏ね。東流裏はどこだい？と、あった。最後えぐいやつね。最後えぐいやつねっていう。謎の認識があるっていう、ね。まあ、やります。あ、とりあえず挨拶します。タイガさん、こんばんは。ショウキさん、こんばんは。ショウキさんのペンギンめっちゃ可愛い。とりあえずやります。で、多分この東流を、多分この CS、この今のこのスキンで初めてやるんで、多分訪れすごいと思います。まあすごくてもやります。あー、訪れすごいですね。無言プレイはもうやりません。いや、全開だったよな今。デレ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 、U シリーズで一番この曲好きかもしんない。最初さ、こんな遅くてさ、すっげえ落ち着いてんのにさ、後半、あれなんだよね、発情しちゃってなんか興奮して、譜面がバグるんだよね。あんな、有限よりも早いさ、譜面をさ、叩かされるんだよ、いきなり。しかも、このさ、曲さ、昔からあるってやばいよね。未だにあれ、星9の、上級のめちゃくちゃ上にあるしさ、いやマジですえって思うよね。未だに上級ってすげえよなって。
まあ、新ゾンビに比べちゃね、可愛いけど、十分これもむずいよ。もちろんね、今ね、もう、疲れちゃった。まあ、もう、蚊すごい出てるんでね。もちろん喋りながらやってるっていうのもあるんですけど、シングル縛りでいきます、最後。さあ、来ましたよ。てれててん、てれててん。待て、ゆっくり、落ち着いて。ああ、絶対追いつかねえ。早すぎる。さっきやったさ、スーパー DD とさ、この東龍裏さ、ね。どっちが星10ですかって言ったら、絶対こっち星10ってみんな答えるやろ。さっき思いましたけど、弾丸なんか、裏譜面入って、どういうこと？あ、そもそも、あれですね。裏譜面入れてないです、多分。入れてないんで、多分。選択して、あれでしょ？クイーンって裏側にするってことでしょ？入れてません。ごめんなさい。まあ、だから、あれ。また今度入れます。ダジャレでオシャレ。ダジャレでオシャレ裏ってあんの？わかんないけど。あ、空、かなたさん。空かなたさん。名前かっこいいな。空かなたさん、こんばんは。ダジャレでオシャレって、ダジャレってやつでしょ？それがオシャレみたいな。CS でめっちゃやっとる。全量は無理だったね。CS でも。ダジャレでオシャレの裏なんてあるんだ。わかんないけど。別に、ダジャレでオシャレ？ダジャレでオシャレってどこだ？あ、多分入ってるね。なんか見たことあるもん。これで。これでっていうのはその、この TJ プレイヤーで。ちょっと探します。ダジャレでオシャレ。ダジャレでオシャレ。ダジャレ、このカフェみたいな。ダジャ、ここら辺にありそうだな。マジ、ありそう。ありそう、ないね。ないね。あれ、通るよまで来ちゃったよ。ポセイドンが変なとこにあるな。あった。え、裏あるんだ。裏あるんだ、へぇ。あ、そう、国際。そう。すっげえ覚えてる。懐かしい。とりあえず、やります。ダジャーレって言ってるよ。あ、訪れしてる。まあ、許して。訪れめっちゃしてる。あ、懐かしい。いつだっけ、これ。なんか、Wii の、みんなでパーティーみたいなやつになかったっけ、これ。三代目か。三代目だったと思うんだけど。誰か分かる人お願いします。多分、Wii の三代目だと思うな。働く2000とか、なんだっけ、成仏2000とか、ドゥームノイズとかがそこら辺があった作品だと思うけど、その時に、なんかこんな曲あった気がする。ダジャーレって、なんかすげえ耳に残ったよ。喋ってる割にあんまり歯が出てない。まあ、開局っていうのもあるんかな。てか、これの裏譜面あるんだね。表もどんな譜面か覚えてないけど。あ、そう、電車から電車とかなんか聞いたことない。楽しい。なんか笑いが止まんねえな。最後の打診でさ、笑いながらやってる人さ、ゲーセンで見たら多分本当に不審者だと思われるよね。家だからできるよね。マジ変人だよね今。訪れしてるけど譜面普通に楽しい。普通にあれなんじゃない、この曲、発電量曲にいいんじゃない。今度はあれかな、動画に出そっかな。発電量おすすめ曲ダジャレでおしゃれみたいな。あ、でも CS 限定なんかな。あんまり AC で見たことないな。もしかしたら CS 限定の曲かもしれないですけど、もしも AC でこの曲あったら動画出します。普通に楽しい。
そう、国際、国際、国際って覚えてる覚えてる。なんか Wii の時とかってさ、あの歌詞がさ下に出てたんだよね、青色の字で。それで覚えてる。国際、国際、国際ってめっちゃ覚えてる。誰か、あ、ウリさんやっぱ書いてんだ。あ、Wii さん、ほらやっぱそうだよね、みんなでパーティーだよね。そうだ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 、なるほど、 OK です。アマンダ、アマンダってなんだっけ、生織の曲だっけ。アマンダ、アマンダってアマンダあるかな。アマンダ多分見たことねえな、見たことない。アマンダ、あの AC ではもちろんやったことあるんだけど、アマンダをこれ、あるかな、あるかなって、あるよね、アマンダあるよね、アマンダあるよねって、アマンダあった、あった、アマンダやるわ。とりあえずあのちょっと挨拶していきます。出た、なごみさんこんばんは。なごみさんといえばあのドグマ裏フルコンした人ですね。あの結構関わりあるんで嬉しいですね、来てくれてありがとうございます。なごみさんこんばんは。自分は去年に裏譜面潰した。いやーすげえわ、 AC に入ってない。やっぱそうだよね、入ってないよね。りょうりょうさんこんばんは。りょうりょうさん、このアイコンは何ですかね、わかんないけど。モノクロボイスシングルでノルマ乗ったらチャンネル登録します。ちょっと待ってね、タイガさんちょっと先にアマンダやるわ。え、マジチャンネル登録かかってんの。いや、シングルでノルマやってやるぜ、任せろ。ちょっととりあえずアマンダやります。いや待って、音連れしてんのはもう許して。許してくれ、今気持ち悪かったな、許してみたいな。待って、喋るとこういう曲できんわ。おっせえ。これさ、大会とかで投げられたら嫌だよね、こんな曲。まあ喋らんければいい話なんだよね、喋ってやるもんじゃないけどね、太鼓の達人って。もう一番俺が、俺に言わないといけないの、俺が言ってるの説得力ねえよな。太鼓の達人喋らないでやってくださいってさ言ってるけど、今喋ってんだよね。うわ、ここ嫌い。うわ、いやーこれまだ AC で全量してんねんな、この曲。逆手か今。いや楽しいね、楽しいけど、あの CS ではこれやる曲じゃねえわ。AC なら多分一発全量は無理かもしれんけど、まあ1クレ内なら全量できるでしょう。まあでもこの曲がさ6段でもねえな、どんぐらいかな、5段ぐらいか、5段ぐらいにあってもおかしくないな、この曲普通に難しい。今の時点でもあれなんだよね、あー、あぶれ、さっきのあのずっと今喋ってるけど、スティックトリックショータイムをさずっと喋りながらやってたじゃん。だけどあれなんかカーナのフルグレージしてなかった、ずっと喋ってる、すごくね。そう考えたらさ、STST うまくね。アマンダ、カー48、ひど。本当に名人かよ。あ、タイガさんのね、モノクロボイスシングルノルマクリアチャレンジ。ちょっとね、チャンネル登録かかってるらしいんでね。ちょっと優先してやっていいですか。タイガさんがなんか登録してくれるらしいんで、モノクロボイスノルマ？ノルマでいいの？やった！ノルマ頑張ります。さあ、モノクロボイスをまず、探さなければならない。あった。シングル？ちょっと待って、シングルってやばくね？シングルでノルマ行ったら。僕、ちなみに言いますけど、シングルは自信あるんですけど、体力ないんでちょっとやばいです。じゃあ頑張ります。
まじ、チャンネル登録ね、かかってるんでね、ちょっと無言でやらせていただきます。無理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 、やべ、ノルマゲージかなり減った。無理無理無理、待って、ノルマ、いやーいけるか、ノルマワンチャンいける。でも最後フチがあるんだよな。やばい、腕がきつい。今のうちに稼ごう。待て、さっきのセントラルドグマの疲労が。はい、タイガさん、約束通りよろしくお願いしますね。シングルでノルマクリア行きました、行きましたけど散々でした。シュガーさん、こんばんは。またピカチュウのアイコンだ、かわいい。ピカチュウのアイコンかわいいよね。ピーヨン、なんだいこれは。ピーヨン 0L003。こんばんは。アイコンなんだろう、かわいい赤ちゃんか子供かわかんないけど、子供時代のやつかな。セイヤさん、こんばんは。なんだこれ、アイコンがわかんねえ。なんだアイコン。ハルさん、こんばんは。ハルさんのこれアイコンは何？あ、バドミントンか。テニスか、バドミン、体育館だから、あれか、バドミントンか。こんばんは。出た、大倉さんのリクエスト。リベリオンで入党できたらせんね。あのね、大倉さん、先言ってきますよ。僕、リベリオンロール処理しても入党できません。あ、じゃあ、あの、リベリオンを、あの、ロール処理禁止で、あの、ノルマ行ったら宣伝しますにしてくれない？頼む！頼む、大倉さん！頼むよ！ロール処理しても入党できねえんだよ。なんならノルマ行かねえよ。ハルトさん、こんばんは。おお、タイガーさん、ちょっとチャンネル登録してきますって。いい人だ、マジで。ナイス。ラリルリンダイさん、こんばんは。アイコンが可愛らしい。すごい。大倉マス、大倉さん、いいっすよ。超上から目線。まあいいだろう。リベリオンかー。リベリオンね、あるんですよ、ちゃんと。ちゃんと入れてるんですけど、もちろん未プレイなんですよ。譜面研究も全くしてないし、もちろん、これシングルだけでやばくね？これで、ね、何？入刀じゃなくて、あ、まあ、ノルマクリアか。入刀はマジで無理。あの、ロール処理してもマジで入刀は無理だから。じゃあ、ノルマクリア目指します。シングル縛り。いや待って、モノクロボイスやってたからさ、さっき腕しんどいんだけど。さあ行きましょう。
ちょっと絶対乗る前行かねえこれ。宣伝チャレンジ失敗。いや、無理。普通に無理。普通に無理だよ、大倉さん。大倉さん、無理だよ。無理だよ。しんどいよ。無理、無理、無理。多分、ロール処理やっても、多分、今、乗る前行かなかった。皆さん。いや、タイガさんと大倉さんがやってくれたんですけど、何々達成したら、チャンネル登録してあげますよ、みたいなリクエスト待ってるんで。ハリさん、こんばんは。ハリさんって、もうハリさんって読み方合ってんかわかんない。あ、いいドンダー、いいドンダー、いい、ドンちゃんアイコンだね。UFO と、あれ AI ドンだね。お、タイガさんが250万円の後に、ちょっと確認していいですか？本当だ。あと6人だ。皆さん、今見てる方、いらっしゃいますよね。いらっしゃいますよね。当たり前だけど。皆さん、ここの数字が250になりたいんですよ、僕は。よろしくお願いします。あ、ハリさん、こんにちは。ぜひ、こちらのチャンネルを、登録していただけると、ありがたいです。ありがたいですっておもろいよな。宣伝チャレンジ。デブステップか15分。すいません。デブステップ、僕、多分乗る前行かないです。マジで。AC でもマジで触れたことないです。譜面はちょっと知ってるぐらい。譜面ちょっと知ってるぐらい。やるけど。もうこれ宣伝チャレンジとかじゃなくて、もう、マジ、お前本当に金名人だったのっていうプレイするから、ね、デブステップの場合ガチでやばいから、ね、マジでできない。多分えってみんななるよ、ね、多分ドン引きするぐらい下手くそだよこれ。まあ訪れしてんのはしょうがない。喋ろっから、お楽しくなってた。ドン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 ドロロロカドンカドン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 ドカドンカドン。頭おかしくなってきた。カドンドカカドドカドンカドンドカカドドカドカカドドロカカドドカドカカカドカドカカドドロテテ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 テ。
い。頭おかしいな。ただの頭おかしいやつだろ。はい、太鼓シロンさんこんばんは。アイキさんこんばんは。なこれチャレンジさん、何でも星10ドロテタ。え、これドロン、ちょっと待ってね、ドロテタ絶対無理だと思うけど、ちょっとドロンっていう機能があるかちょっと見てみます。あ、ドローンありました。ドロデタとか無理だろ。ちょっとドロデタちょっときついかもね。今のデブステップのだいぶ放送事故なんで、ちょっと変えてもらっていいですか、オクラさん。ちょっと変えてもらっていい、ドロデタきついわ。ドロデタきついわ。ごめんなさい。もうさっき神対応とか言ってたの忘れてください。もう自分の都合のいいものだけやります。最低。ちょっとドロデタはきついかな。マジでドローンっていうオプションをマジで使ったことないから、多分放送事故になります。まあ、今のでもだいぶ放送事故だけど、テレレテレレレテレテテテレ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 テテテとか一人でライブでやってる人なんていないでしょ。そんなやついねえよ、誰も。やばいやつだったよな、今。頭おかしくなりそうだったもん。ってことで、まあ、とりあえず、まあ、大倉さんのチャレンジが来るまでに何かやりますか。何やろうかな。まあ、ついでに、そうだな、何やろうかな。あ、これやろう。最近ね、まあ、全量は前々からしてんだけど、俺2000系でこの曲一番好きなんだよ。2000系でこの曲好きなんだよ。2000系でこの曲好きとか言ってる割にまだ TJ プレイヤーで一回もプレイしたことないっていうね。やります。この曲めっちゃ好き。この曲好きっていう割にまだ動画出してないっていうね。全量動画、全量はしたんだけど全量動画出してないっていうね。この電話自体めっちゃ苦手。めちゃめちゃ苦手。やってることは埼玉2000と、え、なんで埼玉2000となんだっけ、北埼玉2000と一緒なんだけどね、速さが違うからやりづれ。またなんだっけ、まだ埼玉2000もさ、普通譜面になるとあれじゃん、北埼玉2000と、待て、北埼玉2000ってなんだっけ、埼玉2000とこの曲になるじゃん。まあ分かる人は分かると思うけど、地帯めちゃくちゃ苦手なんだよ。待って、好きっていう割にさ全然できてねえんだけど。好きっていう割にね全くできてねえ。大輝さんこんばんは。せつげっかさんこんばんは。いやー、北大倉さんの無理だよか、二重か成仏。俺の無理な曲をちょうどねついてくるって方がねやばいよね。マジでよく知ってるね、俺ができない曲を。俺めちゃくちゃ今刺さってるもん。俺ができない曲をさピンポイントで上げてくるからおもろいよな。か20か無理だな、多分フルコンすらできねえよ多分。やりますけどね。よし。
あーやべえ、音ずれしてる。音ずれすげえな。いやーちょっとね、一回落ち着こう。ドカカカカド。いや、喋ったらこれ全開だった。え、ま、マジ待って待ってね。マジ2000系でマジ苦手かもしんねえ、成仏。さあ、ここ全量通過したら拍手。全量通過したら拍手っつって2打目に2打目で負荷出た抜けたんだけど、おもろ。おタイガさん、あ、とりあえず挨拶しますね。さっき何これ、ね、9周年さん、9周年さんこんばんは。だってナインスって書いてあるもんね。9周年さんこんばんは。くまもさんこんばんは。自分今名人頑張ってるんでお手本見してください。バチムチ、バチムチもう忘れたよ。不明、これこれこれしんどいよね。いや絶対今作の方が名人むずいから、タイガさん頑張ろう。いやもうこれもう僕はあの AC で、まあ、10回ぐらいしかプレイしてないんであんまりなんともなんか言えないんですけど、まあ譜面覚えればカー級とか出たんで、まあ多分いけます。もちろん CS でやるとあのカー50とか出るんでよろしくお願いします。まあちょっと時間もう11時じゃん。ちょっと11時なんで、じゃあこれラストにしますか。バチムチラストで。あー、大倉さんがあのオールインマイハートって言ってるけど、また今度にしてください。とりあえずじゃあこのバチムチやります。とりあえず挨拶します。クロスさんこんばんは。コウヘイさんこんばんは。ユードングラムさんこんばんは。長虎さんこんばんは。じゃあとりあえずバチムチやります。さあ、名人受かったのか、本当に受かったのかみたいな、やります。やべ、もう缶に出てる。13か。
か26振り込ましたい。ラグイラグイラグイ振り込んでいいかな。ラグすぎるラグすぎる本当に50出るんじゃない。ってことで本当に名人受かったかというね記録でございますねこれ今晩ちくわガキか最低。いやそんなことないですよ。いや面白いですね。ゆうどんさん、こんばんちくわ。こんばんはにわじゃないの。こんばんはにわじゃないの。こんばんはにわとかじゃないの。カンタさん、こんばんは。プラマイさん、こんばんは。あ、お疲れ様、ありがとうございます。カーキュー出したっていうのはマジなんですけど、まあ、CS っていうか、この家でやって喋りながらやると、まあ、こういう結果になります。フルコンボできないというね。まあ、そんな感じで、今回は終わります。で、まあ、チャンネル登録者ね、250人突破するまで、一応、毎日、毎日こんな感じで、まあ、まあ、今日ほど長くはやんないけど、まあ、1時間ぐらい、毎日やっていこうかなと思ってます。で、毎回宣伝していきます。チャンネル登録してください。250人目指してるんでって毎日のように言うんで。皆さん、登録してない方、または宣伝とかしちゃってもいいんですよ。宣伝しちゃってもいいんですよ。ってことで、今日はこれで終わりたいと思います。YouTube のチャンネル登録や、まあ、高評価など、よろしくお願いします。今後とも応援お願いします。バイバイ。ウェイ。では、さらば。